やっちゃうよ、うん、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ちらっと、まあ、オフィスで、いつもね、練習してるところで撮ってるんですけど、これだ、はい、後ろに映ってるのがあれですね、前、ファーストシーズンで優勝した、ペッカとかですね。ってことで、まあ、ちょっと、みかんさんが今、騒いでるんですけど、そう、あからさまになんか騒いでるんですけど、ちょっと、それで、まあね、試合前日みたいな感じの、感じで一人ずつねコメントをもらっていきたいと思います。ということで一回フチさん、フチさん最初に明日に向けての意気込みをお願いします。そうですね、今日出すやつだからね、今日出すやつ、またね今回も優勝するついでにまたね最後の最後で美味しいとこを取っていきたいと思います、はい、MVP 狙ってんすか、うん、またね MVP 取っちゃうかもしれない、ごめんなみんな、今度は俺のもんだ、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、次テンゴット君お願いします。ちょっとこっち来て。ちょっともうシャシャってこ。シャってこ。そうですね。どこだよ。まあやっとここまで来れたんで。やっぱでもそれはやっぱテンゴットさんのおかげもあると思うんですよね。そうですね。まあ別に頑張ったんで。いやでもやっぱテンゴットさんありきみたいなところあるんで、やっぱテンゴットさんのおかげでここまで。うん。はい、お願いします。はい、みかん坊やさん、まあね世界大会もあるし、うん、まあ俺らはもう何だろう、残された試合勝つことが宿命みたいなところあるから、さすがっす、やっぱ違いますね、みかんさん、やっぱ違う、重い重い、言葉が重い、やっぱファーストシーズンから俺ら勝ち続ける運命にあるから、ああ確かに確かに、分かる、俺も分かるかもしれない、それ勝利を求められる星の元に生まれた。ああ、ダメだ、ダメだ、ちょっとこれもうあかんかもしれない。カットで。使うよ、全部使うよ。まあね、2連覇して世界大会を優勝して、まあ、とりあえず目の前のね、うん、ブレンと決勝戦、キングゾーンかサンドボックス、倒して2連覇します。頑張ろう、拳、俺の拳。ロラポロン、最後、ロラポロンのも取りますね。お疲れ様です、ローラポロンです。ということで、テデン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 ということで、まあローラポロンです、頑張りたいと。ローラポロンですけど、まあ明日もまあ自分実数やっぱ5勝0敗なんですよ、シングルなんで、やっぱ自分が出れば勝てると思ってるんで、無双してきます、明日やっちゃいます。マジ炎上しますよ、やばい。まあ、ロラポロンさんが言うなら、ロラポロンが、やっぱ、じゃあロラポロン、俺、ロラポロン知らず、ロラポロンやで、お前。あのロラポロンやで。シングル5勝無敗のロラポロンやで。ということで、明日、まあ、来る方も来ない方も、コンバッチョンで見ててください。はい、ということで、まあね、全員からコメントもらったんですけど、まあね、これから、まあ明日、アジアの、ね、位置を決める、まあそこでもしですよ、もし、まあ、負けたとしても世界大会に行けるとは言ったものの、やっぱりね絶対に優勝して世界大会に、ね、そのまま勢いを、ね、持っていきたいんでね、まあ応援のほどよろしくお願いします。ということで、今日はね、まあ、この動画1本になっちゃうんですけどね、まあ明日終わったら3週間ぐらい落ち着くんで、またね動画をね更新していきたいと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで今日はこの辺でお疲れ様でした。バイビー。